プラットホーム旧駅舎篠原駅は、滋賀県大見八幡市上野町にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA20、琵琶湖線の愛称区間に含まれている。当初は、西方の安郡篠原村寄りに設置される予定であったが、その場所が勾配になっていたため現在の位置に設置された。開業当初は、 信号所であったが後に昇格して旅客駅となる。1992年に大見八幡市、安市、龍王町で篠原駅周辺都市基盤整備推進協議会を立ち上げ、都市計画をはじめ事業用地の取得を行った。2012年に西一町と JR 西日本が協定を締結し、自由通路や駅舎の詳細設計がまとまった。 2015年9月19日、始発電車より自由通路と、共乗駅舎が共用開始された。新駅舎は、エレベーターやエスカレーターの設置による、バリアフリー化と、男女トイレと多目的トイレを備えている。共乗駅舎と自由通路の走行費は、約14億3300万円であった。2016年4月1日からは、南口駅前広場と、リニューアルされた、 北口駅前広場が供用開始された。二階自由通路相対式ホーム2面に面2線を持つ地上駅で絶対信号機を持たない停留場である。以前はホームがない抽選が上下線に挟まれた形で存在していたが国鉄末期に使用停止となりその後大半が撤去されたため分類上の停留所となった。2015年9月19日に京状駅舎が 共用開始された。南北を結ぶ自由通路が設置されており、両側ともエスカレーターエレベーターを備える。トイレは改札外コンコースに設置されている。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、彦根駅の管理下に置かれている。移行か利用可能駅。移行かの相互利用対象カードも使用可能。 日中時間帯は1時間あたり2本が停車する。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。2014年以降、東海道本線の前原神戸間の各駅では、最も利用者が少ない駅となった。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、北口、南口ともに、ロータリーが整備されている。住宅街が広がっており、 駅周辺の駐車場が充実している。ありがとうございます。